トライバレーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンフランシスコ米エリアの東側外れ、三角形をした地域である。オークランド市から南東に18マイル、サンフランシスコ市からは33マイルの距離にある。アマドールバレー、リバモアバレー及びサンラモンバレーという3つのバレーがあることから、トライバレーと名付けられている。アラメダ軍のプレザントン、サノル、リバモア、ダブリン。 コントラコスタ軍のサンラモン、およびブラックホーク神の田サハラを含むダンビルといった各自治体の周辺を基盤にしている。この地域は地中海性気候にあり、ワイン生産地、歴史ある、中心街及び料理の美味しいところとして知られている。人口約30万人の富裕層の多い郊外地である。この地域には共同して行動する多くの団体がある。例えば、 トライバレーケアーズは、リバモア市にあるローレンス・リバモア国立研究所に反対して結成された地域社会団体であるが、環境問題に関してロビー活動を行う団体に成長してきた。各は、アメリカ合衆国と大中華圏の市民間で文化と事業の交流を促進する団体であり、中国語学校も経営している。トライバレー会議観光局は、 プレザントン市の歴史ある、中心街、スイート203、メインストリート349にある。これは、プレザントン、リバモア、ダブリン、サンラモン、ダンビル各市と、周辺地域の観光開発を行う組織である。観光局メンバーの事業を促進し地域に、宿泊客を呼び込むことにより、トライバレー地域を観光、会議を呼び、行事の好まれる。 目的地とする宣伝活動を行っており、トライバレーの認知度を上げ、地域に金が落ちるようになることを目指している。1994年に設立されたトラバレー事業委員会は、トライバレーの経済的活力に関する地域の問題について民間企業のために活動している。地域の指導的企業の多くを会員にする企業出資の公共支援組織である。トライバレーでは、 ラベタの経営するホイールズが地域のバス便を運行している。ハシエンダビジネスパーク、ローレンス・リバモア国立研究所、ラスポジタス・カレッジ、ストーンリッジ・モール及び、バートのダブリン・プレザントン駅への定期便も走らせている。週間高速道路5 8 5号線と道6 8 5号線という2本の主要、高規格道路がトライバレー地域を横切っている。 週刊高速道路580号線は東西方向に走り、東のセントラルバレーと西のサンフランシスコベエリアをつないでいる。週刊高速道路680号線は南北に走り、南のサンフランシスコベエリア南部と北のコンコード、ウォルナットクリーク地域とをつないでいる。この2本の週刊高速道路はダブリンとプレザントンの境付近で交差している。 高速輸送機関であるバートのダブリン、プレザントン・ミルブレー線がオークランドを経由して、サンフランシスコベエリアとをつないでおり、トライバレーには、ウェストダブリン・プレザントン駅とダブリン・プレザントン駅がある。ウェストダブリン・プレザントン駅は2011年2月に開業し、既存線としては、初のインフィル駅となった。近い将来には、リバモアまでの延伸が計画されており、その後は、 セントラルバレーのトレーシーまで延伸される可能性がある。コントラコスタ軍の中部、ディアブロお及びコンコード、プレザントヒル、ウォルナットクリークの一部。ありがとうございます。